ただいま、やっていきましょう。プラスティックメモリーズですね。やっていこう。ソファーに横たわっている状態で目が覚めたのは、かろうじて空が明るくなってきたぐらいの時間だった。ミッチルはテーブルに突っ伏して眠っている。結局、こっちの部屋で寝ちゃったみたいだ。本当はエルさんと一緒に、アイラを落ち着かせるために、隣の部屋に移るつもりだったらしいけど、まさか、俺に対するお説教があそこまで長くなるなんて、ミチル本人も予想していなかったんだろうな。あまりに的確なダメなところを、的確にダメなところを指摘してくるから、俺、何度か泣きそうになっちゃったよ。俺は伸びをしつつ、部屋の中を見回した。大丈夫か？他人の部屋だぞ。と、充電装置に座っていたザックと目が合った。バイセン。おはよう、ザック。早いね。ザックたちに睡眠は別に必要ないんだよね。おはよう。とりあえずシャワーでも浴びたら？つかさ臭いから。え、ほんと？ミチルが起きてからだとまたいろいろ注文がうるさいよ。ジロジロ見るなとか、シャンプー使うなとか、タオル使わせないとか。ああ、容易に想像できるな。容易に想像できるけど、なんかザックも企んでそうで嫌だな、これ。なるほど。ミチルのこと起こさないようにしてね。朝は結構不機嫌だから。ましてや誰かに起こされたなんてことになったらなおさら。うん。なんかエルッチが言ってた、エル師匠が言ってたラッキースケベ大作戦だっていうのが起こる気がしてならないんですけど、気のせいですか？その不機嫌なミチルについては俺も思い当たる節がある。朝に顔を合わせると当たりがきついんだよな。触らぬ髪にたたり出した。ザックはミチルのことよく見てるね。まあ1年も一緒に暮らしてるから。ああ、そっか、1年か。まだそれでも、そっかそっかそっか。俺はアイラのことまだそこまで知らない。俺とアイラが一緒に生活した時間はほんの1ヶ月ちょっとだから。うん、残り時間も1ヶ月か。きついな、たった2ヶ月。ザックの好意に甘えてお風呂を借りてさっぱりした。あ、ラッキースケベなかった。実は3日前から、つまりカーニバルに行く前の日からお風呂には入っていなかった。え、カーニバルに行く前の日は入れよ。あ、には入ったのか、この表現だと。カーニバル会場が海に近かったせいか、潮風で肌や髪がベタベタしていて気持ち悪かったんだけど、それも全部拭いされてすっきりできた。少しは立ち直れたかな。ああ、ラッキースケベなかったわ。シャワーを浴び終えて出勤の準備をする。ミチルはまだ随分気持ちよさそうな顔で眠っていた。そんな 寝方してると後で体のあちこちが痛くなったりしないかな。ねえザック、そろそろ起こした方がいいんじゃない？会社に行く準備を考えるとタイムリミットギリギリだ。女の子だから男の俺より出かける準備に時間がかかるだろうしね。司が起こしてよ。すげえ嫌がってんな。俺がどうして？さっきも言ったけど、ミチルって朝は機嫌悪いからさ。いつもなんかザックは戦ってんのかな、ミチルと朝。よろしく。それで俺を生贄にしようっていうのか。それで俺を生贄にしようっていうのか、ザック。俺は恐る恐るミチルに声をかけた。ミチル、朝だよ、そろそろ準備しないと。反応はない。起きる気配は全くなし。おーい。少し大きめの声をかけてもやっぱりピクリともしなかった。死んでる。しょうがなくそっと肩を揺すってみた。ミチル。ようやくミチルのまぶたがピクピクと震えた。かすかに顔を上げて目をしょぼしょぼさせながら俺を見た。勘違いビンタくらいそう。まだ寝ぼけているのかと思ったら突然ガバッと身を起こす。起きた。おはよう。寝顔見た？写真撮った。え？見てたよ、バッチリとね。
頭を抱えて悶絶している。ああ別に暴れ出さなかったわ。そこまで悔しがること悔しがるほどのことかな。悔しがるっていう表現合ってる？これ悔しがってんのこれ。みちるは散々小言を言いながらもあっという間に支度を整えた。食堂で朝食を食べる余裕はさすがにないから途中で買っていくことにする。っていうかなんでもっと早く起こしてくれないのよ。なんか怖くて。だって神が寝てるんだもん。神が寝てるんだから触らない方がいいじゃないか。それどういう意味？みちるに怒られながら部屋を出た。もうなんか無理やり終わらせたな。と全く同じタイミングで隣の部屋、つまりエルさんの部屋のドアが開いた。あ、結局会っちゃうんじゃん。当然ながら現れたのはエルさんとアイラで。おお、おはようございます。おはようございます。お二人とも。俺はアイラとバッチリ目が合ってしまった。そのアイラの視線が俺から隣にいるミチルへと移動する。ちょっと、気まずいな。もうこれ普通に部屋に帰った方が良かったんじゃないの？気まずいとはいえ。違うの？そういうこと？そういうこと？あ、そういう勘違い！浮気！と、ミチルが叫んだ。でもその時にはもう、アイラは顔を赤くしながら、あわわわしていた。気にしてないので、私が気にする立場でもないので、どうした、アイラ？いやいや、リズム刻んでるぞ。リズム刻んでるぞ、左右に。大丈夫か、アイラ。それで、俺のこの危機的状況に気がついた。まずい！すごくまずいぞ！完全に勘違いされている！誤解だよ！そうよ！ここは誤解じゃないよ。やましいことなんて何もしてないから！大丈夫なので、つかさとみちるはお似合いなので！なんで二人ともリズムを刻んでんだい？エルッチ、お前もリズムを刻むんだ。ビートを刻め！なんてこと。逃げるように走り去るアイラの背中を見送りながら、俺はがっくりとその場に膝をついた。ザックはどこ行ったの？また終わったんかい。もうよく終わるな。終わった。俺の人生2回目終わった。さいなら、アイラ。さ、元気でね。また会う日まで。まずい、追いかけないと。つかさ、何ぼーっとしてんの。しっかりしなさいよ。その後、ミチルから蹴り飛ばすような勢いで葉っぱをかけられ、俺は慌ててアイラを追いかけた。結局、アイラに追いついて話を聞いてもらうように頼んだのは、ミチルの指示を受けたザックだったわけだけど、ザックかい。ザックも災難だな、なんか。関係ないのに巻き込まれてる感すごいな。ミチルの計らいで、俺とアイラは会社近くのコーヒーショップで合流した。その上で、ミチルはアイラの勘違いだっていうことを必死に説明してくれた。何から何までやらせちゃって、ミチルには感謝の言葉しかない。というわけなの。アイラ、分かってくれた？夏服いいね、ミッチの夏服。かわいいね、それ。なんかもう、高校、なんか学生服だよね、それ、ほとんど。何それ？なんか普通にセーラー服じゃない？うん。はぁ、誤解が解けてよかった。早とちりして、ごめんなさい。いや、元はといえば、俺が不甲斐ないせいだし。って黙り込まないでよ。せっかくだしお互いにじっくり話し合ったら。じゃあミッチはけてよ。ミッチルにそう促されてもアイラは困ったような顔をしたまま口を開こうとしない。アイラ、まだ無理そう？あの、つかさ、何、私、あの、この前のカーニバルでのことだけど、あの時は断っちゃったけど、これはちゃんと考えたいので。おっと、元気になってきたな、つかさ。もうちょっとだけ時間欲しい。君には時間があんまりないんだけどな。もちろんだよ。これはどうなる？ただアイラがどんな答えを出したとしても、ずっと君のパートナーでだけはいさせてほしい。いいかな？ほぼプロポーズに聞こえるけどな、関係ない人が聞いたら。アイラはやっぱり困った顔をしたまま否定も肯定もしなかったけど、俺は少しだけほっとしていた。アイラに嫌われたわけじゃなかったんだ。よかった。
よかった。引き続き、俺とアイラは部屋を別々にして過ごすことになった。アイラのことはミチルとエルさんとで見てくれている。なに BGM。 俺はザックのめんどくさそうな視線をスルーして とにかく落ち着かない日々を送っていた。アイラはもう一度答えを出してくれると言ってくれた。でもそれがいつなのかは言っていなかった。だから待つことしかできない。朝寮を出るときはアイラを含めた女性陣3人と時間を合わせて一緒に通勤することにしていた。そうすべきだと言ってくれたのはミチルだ。そのおかげもあって。おはよう、アイラ。おはよう、つかさ。ああ、ちょっとずつほぐれてきたな。そうやってぎこちなくだけど挨拶を交わすことはできるようになった。つかさ、はい、お茶。ありがとう。ありがとう。今日のお茶何？抹茶。カルダモン。カルダモン。課長が胃の調子が悪そうなので。それは成熟期。完全体どっち？完全体っぽいな。カルダモンは完全体っぽいよ、なんか。そっか。会社でも軽い世間話ぐらいは、軽い世間話ができるぐらいには関係は戻ってきていた。それに仕事については今も俺とアイラはパートナーで、二人で決めた役割分担も臨機応変に続けている。書類作成中に必要な追加書類を探そうとしたら、アイラがそっと差し出してくれたり、外回りも二人で相変わらず回っていた。あとはアイラがいつ答えを出すか、それだけだった。なんか常に時間に追われてる感があるな。やっぱり後ろが決まってるっていうのはそういうことなのかな。自分の寿命が分かってるっていうのは。帰りはアイラとは別々に帰ることにしていた。俺は一人で考えたいこともあって、ここ数日は残業するようにしていたし、ザックをそれに付き合わせるわけにもいかない。会社から寮まで15分くらいの距離を一人で歩いて帰ると、寮のすぐ横にある小さな公園に誰かがうずくまっているのが見えた。暗いから最初は誰かわからなかったけど、少し目を凝らしてみたら、相手は知った顔だった。アイラ。え？ミチル？ミチルちゃんの方。ん？つかさ。ミチルちゃん？ん？俺はミチルのところへ歩み寄った。まあ、ミチルも、こんなところで何してるの？ミチルもアイラのこと好きだから、あれなのかな？やっぱり1ヶ月っていう時間を知ってんのかな？もしかして、泣いてた？何かあった？アイラの寿命のこと。ああ、やっぱり。いつから知ってたの？その一言で、全部理解した。カズキさんが伝えたのかな？もう、ねえ、いくばくも時間ないから、みんなにも伝えなきゃいけないってことなのかな。ミチルは知らなかったんだっけ。考えてみれば、アイラの寿命のことについて、最近まで知らされていなかったのは、俺とミチルだけなんだよな。あ、その二人だけなんだ。いつからよ。つい、最近だよ。私何にも知らなかった。それなのにアイラにもあんたにも偉そうなことばっかり言ってた。なまじ、出会って1ヶ月ぐらいの俺とミチルちゃんはそれよりも1年一緒に、アイラと一緒にいたんだもんね。まあ一緒にいた時間の長さはそこまで関係ないのかもしれないけど。ごめん、本当にごめん。仕事で慣れてるはずなのにね。寿命のこと最近知ったって言ったわよね。それ告白する前、あと前。じゃあ知ってたのに告白したの？知ってたから告白したんだよ。
もうそんなに悠長な時間がないって思ったから。あんた、この仕事して何見てきたのよ。別れるしかないのよ。なのになんで？何がしたいわけ？俺はアイラとの思い出を作りたい。アイラに思い出を作ってほしい。分かってるからこそ思い出を作らないようにしていたアイラだけど、それでも振られたのに。それ言われるとちょっときついよ。それでも何かしてあげたいんだ。あんたがやろうとしてるのはすごく辛いことなのよ。いい結末なんて待ってないのよ。でも思い出がない状態でアイラが行くのも、それがいい結末なのかっていうのもあるよな。それでも逃げずに向き合えるの？私は父さんの時に逃げ出した。受け止めきれなかった。そのせいでたくさんの人を傷つけたわ。あんたはちゃんと最後まで責任取れる？ああ。不思議と心はそよいでいた。合ってる。ちょっと待って。何の迷いもなかった。そこだけは迷いたくなかった。俺は最後の瞬間までアイラのパートナーでいるって決めたんだ。責任の意味分かって言ってるの？俺はまっすぐにミチルの目を見つめ返した。それでミチルなら分かってくれる、そう思ったから。そっか、あんたはあの時の私とは違うのね。ミチル。ミチルはそこでゴシゴシと涙を拭いた。ああ、まあ。ん？これだから素人は。それも口癖ね、結構。結構口癖ね。何の話？またこの前みたいに長々としたお説教が始まるのかなってビクビクしちゃってたけど、そうじゃなかった。あんたがどうしようもないくらい恋愛初心者ってこと？ミチルちゃんはマスターなんですか？うん。だから私があんたたちの恋応援してあげるわよ。ミチルが仲間になった。感謝しなさいよね。ニックネームをつけますか？え？ミッチ応援か。ありがとう、頼もしいよ。前も話したと思うけど、アイラはね、あんたの笑顔がずっと気になってたんだって。に、うん。あんた自分の悲しい気持ちを周りに悟られないようにするために無理して笑うでしょ。アイラは最初あんたにそんな笑顔させたくなかったんだって。それでなんとか役に立とうって頑張ってたみたい。でも一緒に遊園地デートに行った時ぐらいから気持ちが変わってきたって。うん。あんたのことを考えると、おう、ドキドキとモヤモヤが溢れてくるようになっちゃったって。それを言葉でうまく説明できなくて困るって。アイラが？そんなの完全に恋心でしょ。アイラも俺のことを。ミチルちゃん、それ言っていいの相手に？でもこれ教えたの特別だからね。だよね。言っちゃっていいのって思ったけど。うん。だから私そのことアイラにはっきり言ってあげたのよ。あ、そうなの？アイラは恋してるんだってね。ああ。そしたらあの子なんて答えたと思う？エラー、よくわかりません。司からは離れるだって。残り時間のことを考えたら自分のためにも司のためにもそれが一番いいって。私何も言えなかった。何を言っても無責任な言葉にしかならないような気がして。うん。ねえ司、あんたとアイラは両思いよ。それだけは間違いないから。だから
あんただけは迷わないでね。ありがとう。ミチルはもうしばらく外で風に当たっていたいというので、俺は一人で寮に戻った。もし途中の廊下でばったりアイラと顔を合わせたら、その時は改めて気持ちを伝えるべきなのかな。ミチルが話した通りなら、アイラは今まさに俺から離れていこうとしている。それを引き止めるタイミングは今しかないんじゃないか。そんなことを考えながら部屋の前にたどり着いた時、奥のアイラの部屋に誰かが入っていくのが見えた。暗くてよく見えなかったけど、アイラとは身長が違っていた。エルさんほどの髪のボリュームもなかったように見えた。カズキさんかな？じゃあ、一体誰が？気になった俺は、アイラがいるはずのその部屋のドアをノックして中へ入った。アイラ？部屋の中を覗き込んでみたけど、照明はついていなかった。え、どういうこと？ああ、カズキさんがやっぱり。誰もいないのかと思ったら人影があった。キッチンに立ち、手にしたマグカップをしげしげと眺めている。カズキさん。おお、司か。これ簡単に入れるの？鍵とかないの？カズキさんたちはどうなのそれ。なんでここに？カズキさんはこの寮では生活していない。コンスタンスと一緒にマンションを借りているはずだ。おお、高級鳥。ここにいるはずがないんだけど。ちょうどよかった。お前に話がある。俺にですか？と、その時玄関のドアが開いて、アイラが入ってきた。アイラ、どうして？カズキに呼ばれて。ああ。アイラも、どうして呼ばれたのか、よく理解できていない様子だった。それで、問いかけるような姿勢も、カズキさんに送ったら。お前ら、今日をもってパートナー解消な。なんて。はあ。最初、なんて言われたのか、とっさに理解できなかった。え？聞こえなかったが、パートナー解消だ。聞こえません！そんな、どうして急に、理由を教えてください。それは、あれだ。社内恋愛は禁止なんだよ。え？そんなこと今まで一言も言ってなかったじゃないですか。とにかく、アイラは私が預かる。司は明日からコンスタンスと組め。いいな。それってつまり、俺とカズキさんとでパートナーであるマークスマンを交代するっていうこと。でも、わかった。アイラが静かに答えた。わかったので。アイラ、わかった。納得したっていうこと。アイラはもう俺とパートナーでもいたくないって、そういうことなの。残り時間のことを考えたら、自分のためにも司のためにもそれが一番いいって。俺には引き止めることは許されない。カーニバルの会場で告白を断られた時よりも悔しくて悲しかった。アイラはその夜のうちに、カズキさんの住むマンションへと移っていった。移ったって言っても、荷物なんて何も持たずに身一つで出て行ってしまった形に近くて、俺には引き止める暇もなかった。翌朝、いつもより少し早めに出社して、みんなに事情を話した。社内恋愛禁止？そう言ったの？カズキさんが？うん。初耳だね。初耳です。初耳ですか？初耳だな。初耳か。初めて聞いた。初めてなんだ。かあ、そっか。パイセンも初めて聞いた？私も。そっか。やっぱり。っていうか、
和樹さんも前に社内恋愛してたって聞いたことあるけど、ちょっと待って、ちょっと待って、その話詳しく、ちょっと待ってください、その話詳しくお願いします。ミッチー、ミッチーお願いします。え、お願いします、お願いします。あくまで噂だけどね。誰と、誰とだ。安高が、安高が。そうなの。高尾か、高尾なのか。課長と蓮さんはポカーンとしている。申し訳なそうだけど、申し訳ないけど、この二人はそういう話に合うと。そう、え、でもレッサー奥さんいるんでしょ。シェリーはその噂のことを知ってる？知ってる、シェリー。ね、シェリー、黒の組織とかにいそうじゃない、シェリー。それは、え、安高、本当に、ちょっと待って、本当にその反応安高なの。あ、今あからさまに目そらした。これは知ってるかもね。これは嘘をついてる味だな。おい、シェリー、どういうことだ、説明してもらおうか。頼むよ、教えてほしい。社内恋愛禁止って言い出したことと何か関係あるかもしれない。あいつも振られたんかな、和樹さんも。振られたから腹いせなのかな。なっけないか。言えません、和樹の名誉のためにも。安高の名誉は捨ててください。おはよう。ああ、やべえ、本人来ちゃった。やべえ、やばい。さあ逃げろみんな、サンサンと見計らったかのように、和樹さんがアイラを伴って出社してきた。コンスタンスの姿がないところを見ると、すでに別行動なんだろうか。コンスタンスは、コンスタンスはその夜どこに行ったの？追い出されたの？ねえ、公園で寝てたりしてたのかな？コンスタンスどうしたんだろう？何の話だ？ああ、おめえ好きな奴がいたらしいな、和樹よ。あの、いえ、何でもありません。いやー、さすがに、シェリーも和樹さんには勝てないか。ふん。あ、アイラ、おはよう。恋愛の相手ってか、ね、あの、あれじゃないよね。アイラじゃないよね。アイラのことだったりしないよね。うん。アイラは昨日よりもそっけなくなっていた。すぐに会議室で今週の会議が始まった。もしかして和樹さんってアイラの前にさらに組んでたパートナーがいたのかな？男のギフティアで。その人とっていう感じで、で、時間が来て回収されてっていう、そういうあれがあったから、そうしてんのかな。コンスタンスは、和樹さんよりも少し遅れて現れたけど、特にいつもと変わりはなかった。会議は、和樹さんの進行で、滞りなく進んでいく。というわけなんで、気をつけてくれ。ここまでで何か質問あるか？はいはい、和樹先生、彼氏はいますか？みたいな、そういうあれじゃない？違う、ここで聞く。みんなの前で、正式に追い詰める。誰か。誰も昨日の夜に和樹さんが俺に話したことについて触れようとしない。うん、だったら。あの、お前の質問は後だ。なんでよ、差別反対。俺が手を挙げたのとほぼ同時に和樹さんがピシャリと遮った。ひどい。そう睨むなよ。分かったよ。分かってください。みんなにはついでに話しとく。ついですか。急ではあるが、今日から私と司でパートナーをトレードすることになった。え？勝手にそういうことされると困るよ。和樹さんは課長の文句をあっさり無視した。かわいそう。高尾かわいそう。コンスタンス、悪いがそういうことなんでよろしくな。はい。コンスタンスが聞いたのって今初めてなの。以上。和樹さん、短すぎる。俺はたまらず立ち上がった。はい、じゃあ一旦ここで休憩しましょうか。和樹さんはいろいろあったんだろうな。うん。和樹さんの過去も、これから分かっていくのかな。うん。はい。ありがとうございました。ありがとうね。